それは王子よくお戻りになられました。トム兵長の後を任されたフランコと申します。トーム、先日王子様が有名な夢占い師に、グランマーズかな、じゃあそこにもう数日いたら多分俺と会えたと思うけど王子様のお話ではかつての魔王との戦いで記憶を失われていたとか、そのため偽王子に間違われたのですねと。しかしこうして記憶を取り戻されたのですか。はい、誰だねお前。いやしかし過去が思い出せなくてもあなたは王子です。おっと長回しをして申し訳ございません。さあ城へどうぞ。フランコ兵士について王の前へ向かった。よくぞ戻った我が息子。そなたの今までの愚道シエラから聞いてわしも分かってきたところじゃ。無道との戦いで実体を失い記憶をなくしていたのだな。しかしついに自分自身を見つけ一つになり本来の主役に戻ったと。そういうことだ。私はそういうことです。気のせいか以前と違うよ。その通りですわ。戦いの中で成長したのですから。おお、なるほど、レベルが上がったという。さあそなたが立派な王子として成長してわしは嬉しいぞ。宴じゃ、宴の準備じゃ。今夜くらいは全てを忘れ、ね、全てを忘れるぐらいいろいろ思い出すんだけどね。仲間の皆さんにも最高の料理を味わってもらわねばならんの。じゃあの蛇とカエルが食べたいです。ドレアムさんやってきちゃうからダメか。何も言わなくてもこの母には分かります。長い間自分自身と下がれたため元の自分には戻りきれなかったのでしょう。寂しいけど息子であることには変わりありません。さあ今夜は久しぶりに王子として人々に顔を見せてあげてちょうだい。その日シュウヤがやはり本当の王子だったという王の言葉は人々を心から喜ばす。人々は宴の料理を頬張り、美味しい酒に酔いしれ、霊毒上の明日を祝った。そしてやっと宴が終わり、城の、みんなが眠りにつく頃、東の空がしらじらと明けようと、もう朝じゃねえか。あら、おばあちゃん。おや、起きてしまったのかい。久しぶりに母親の隣で眠れるというのに落ち着かないようじゃの。お前さんはやはり元のシュウヤ王子ではない。いやシュウヤ王子が生まれ変わったというべきかの。ミレイユハッサンと違いお前さんは自分の実態を取り戻すのに時間がかかる。ハッサンと大して変わらない気がするけどな。そのため夢の中を生きてきたシュウヤの意識が強くなってしまったのじゃ。この城で暮らしていた記憶があまりに戻らないのは辛いかもしれんが、このままシュウヤとして生きていけばええんや。シュウヤ王子はもうお前さんしかおらんのだ。目が覚めてしまったら城の中でも歩いてきたらどうじゃ。お前さんの中にいるもう一人の記憶が蘇るかもしれんぞ。すやすや。むにゃむにゃ、もう飲まんのかい。俺まだ17歳だぜ。うつらうつら。この世界の成人15歳ぐらいっぽいよね。これは王子様。眠れなくてこの窓から空を眺めておりました。あ、記憶入ります。塩谷王子、王と王妃が原因不明の長い眠りに疲れて早一月。有名な学者にも原土族という不思議な力を持つためにも原因は分かります。やはり無道を倒すしかない。しかし兵士長、無道討伐に向かってしまうと城を守る者がいなくなってしまいます。確かに城を放ったまま全員で行くわけにはいかん。そういうふうに作戦を立てねば。何か討伐案を考えるのだ。はっ、お待ちください。まさかまたお一人で。一人じゃない、ミレイユとハッサンを連れて行こう。お分かりいただけますね。次の記憶入ります。お、今回はセイラが。王子の妹君のセイラ様が亡くなられてから王室にこもりっきりでございますな。寂しいですな。
しかし、王子、人は誰でもいつかは死を迎えるものです。それが早いか遅いかの違いに過ぎます。じいやもいつまで王子のそばでお仕えすることができるか、私にはわからない。そういえば、フランコ、幼い頃両親を亡くしたのだな。ですが、今、城のみんなやトム兵士長が仲間を、トム兵士長や仲間がたくさんいます。王子様、まだ幼いあなたにこんな幼いんだ。申し上げるのは残酷ですが、今世界はとても危険な状態です。青ぶどうとかいうものがいくつかの町や城を滅ぼしたという噂も聞きます。どうか強くなってください。あら、三人で集まってどうしたのですか。あなたにも心配かけましたね。もう大丈夫です。セーラは戻ってきません。この国のことを考えます。なんですと、王妃様。王様はそれをご承知なのですか。もちろんに。一度言い出したら聞かないことをね。寂しい思いをさせてばかりだけど、王子のあなたなら分かってくれますの。王子はちゃんとこの国のことを理解しておいでです。実際これだけ時間空くと、あの大臣の四択にセーラーって名前があったかどうかすら記憶にないよね。選択肢にセーラーがあったのかどうか、私にはこれがわからない。フランコ殿、もう飲めません。異常ありません。シャキンシャキンシャキン。会心の刺激。死んだか、生きてる。ずいぶん腕を上げましたが、お教えすることは何もありませんね。まさか王と王妃の身に何か危険なことでも。いえ、お答えにならずともわかります。王妃の研究のことを気にしておられるのですな。王も兵を集めて武道討伐に向かわれるおつもりらしいです。魔王の情報を調べれば調べるほど魔王に近づくことにもなりますよ。悪いことが起きなければ良いのですが。次ハッサンと出会う。いけない、これ以上いけない。6人以上は以上いけない。お、王子様、私からこのようなことを申し上げてはいかわかりませんが、ゲバン殿の態度はどうも疑問を感じるんです。税金を高くした方がいいとか、兵士を増やして城の領土を広げた方がよいとか、挙句にその考えに反対する王様のことを脳なし呼ばわりする始末。思えば10年ほど前、ゲバン殿の大臣任命を反対したフランコは正しかったのかもしれませんね。どうか王子様からも王様に話してみてはいただけませんか。おや、お二人で何のご相談ですかな。あ、もう終わりましたよ。では私は失礼します。まったく学者風情が我が物顔をしやがって。王子、用がお済みならちょっと来ていただけますかな。先ほどから王室の方が騒がしいのですよ。何度起こしても王妃様までもがお目覚めにならないとか。それはまずい。うつらうつら、こっくりこっくり、にゃーん。ぐわー、ごごごご。いっこっくりこっくり。うん、生きてるか。今度こそ捕まらねえぞ。妹だ。セーラ、もうちょっとでできるから待ってね。王女様、そんなお手を泥で汚されては。王様の大切なお皿に泥水を入れたりなさって。
だってお兄ちゃんにスープ作ってあげるんだもん。はい、おいしいスープよ。まあね、王子様が大好きなんですね。ちょっと待って、俺この泥のスープ飲まなきゃダメなの？あの飲みマネじゃ許してくれない子供時々いるよね。はい、泥団子、はい、むしゃむしゃ、おいしいよって言ったらさ、ちゃんと食べなきゃダメとか言うんだよね。お前鬼かって思う。子供ってほんと怖え。おっささん、おっさっす。悪いね、大丈夫か。おっと、俺は怪しいもんじゃないで、サンマリーノから来たハッサンってもんだ。無能の呪いでこの国の王と王妃様が眠ったままって聞いてよ。まあ、確かめに来たね。俺が何とかしてやろうと思ってよ。お、ところでおめえは？怪しすぎるだろ、笑。俺は卵だ、王子です。夜なのでドアには鍵がかかっている。夜じゃなくても鍵はかけんだろ。終わったかな。ミレイユとは出会ってないんだよね、ここじゃ。ミレイユはどうやって出会ったのかな。合コン？ハッサンが開催してくれたのかな、サンマリーノ。お、ラスト。よく聞くがいい。明日は無道討伐に出かける。大丈夫だと思うが、何かあったらよろしく。心配そうな顔をせんでいい。毎日じゃ毎日。まあわしに限ってそんなことはないと思うがな。わっはっは。うとうとしてしまったわい。起きとったのか。今日からはまた旅立たねばいかんのじゃ。もう少しは休むといい。久しぶりに母さんの隣で眠れるんじゃからの。さあ寝るがよい。目が覚めたようじゃの。寝つけなかったが、世界のことが気になると思うんですが。まあいい、わしも本当に平和になったが、この頃なんや不安なんじゃ。ところでお前に見せたいものがある。この兜はかつてわしが無道討伐に行った俺に手に入れたものじゃ。何やら印のようなものが書かれとるじゃ。何を意味するのか、お前に託そう。伝説の武具セバスの兜を受け取った。シュウヤよ、この国のため、いや世界中の人々のため頑張るのじゃ。苦労ばかりかけますねと。忘れないでね、この国の王子より勇者としての使命の方が上なんだ。我が息子よ。ということでね、インパス、頭にかぶるものらしい。こっちの部分に違いない。太陽のようです。飛びできるのは私です。奇跡、オルゴ、魔法、そして守備力がプラス27。タレの帽子が余った。チャモロはスライドネットの方がスラリかな。イレイセバスのカブトゲッチュ。さあ、あとは盾と剣。セバスの兜は状態異常耐性がめちゃくちゃついてるんで、これでほとんどの状態異常にかからなくなったんです。お、ちゃんと王子になってる。王子ね、本物の王子様だったとは、トム兵長の目に狂いはなかったんですね。下の世界のゲバンどこ行ったんだろうね。消えたよね、ゲバンのレアスが消えたよね。また旅に出られるなんて残念です。さーて、
次は縦かな。縦はね長いから一応レベル上げをしながら行くので、プチギャルになりたいの。すやすや、さあどうしたものかな。あそこ長い上に雑魚戦特に逃げる予定がないから、アボスをとりあえず盗賊マスターにしてしまいたいところだよね。回し蹴りまであと何回だろう。そしてハッサンもとっとと僧侶を終わらせてしまいたい。ということでまず一回ダーマに。そもそも場所どこだったっけな。あそこはゲント、どこだったかな。あーまだちょうど行ってない場所があるわ。ってことはアモールからかな。ただ3つの情報のうち1つしか手に入れてないんだよね。多分覚えてるからね、無視していってもいけると思うんだけど、そういう意味ではまだ情報が足りないから一応後回しが正解か。先に剣行くかな。3つの情報のうちまだ1つしか手に入れてない。ハッサンはとりあえず僧侶を終わらせてしまう。でアモスはとりあえず雪行こうよ。雪国舞茸、そこが終わる頃にはバーバラとチャモロも魔法使い終わってるだろうな。だな、もうヒットポイントが一気に減るな。やっぱりまあアモスも回し蹴りを覚えるまでもうちょっと我慢。33回でマスター、26回でマスター、2回、18回、27回、バーバラ8回、あと2回か。があるはず。これはこれでねしんどいんだよね。ダンジョンの途中でマスターになるとちょっと戦闘が無駄になるっていう。え、ベッドの位置おかしない？ベッドの位置おかしいよね。多分この次で、おマリンスライムとかさ超かわいい。メラミン、霊剣、意外に耐性は高めだな。昔はこれが嫌だったんだよ。魔法使い1だけ残ってんの超ダセーみたいな。じゃあない方がマシだわ。
これあのプレステのトロフィーにも言えるよね。 5% とか微妙なので残られてるとちょっとイラッとする。ということで回し蹴りまで覚えたら、あ、もうすいません、盗賊のマスターを目指す。バーバラがあと6回なんだよなあ。20回あったら気にせずに行ったらいいんだけど、6回はな。アモスも15回、キャモロも16回だけど、バーバラの6回がな。バーバラだけあれにするか、バーバラだけ 先に戦士に変えとこう。魔法戦狙い。さあバーバラ戦士になったけど、ヒットポイントいくらになった？113 107。バーバラ使えんな。ダメだこりゃ。やっぱバーバラだったね。お、お金もちょうど3000ゴールド。次は雪山だね。一応伝説の盾の情報が足りないから、まあ、大体覚えてるからいけるんだけど。まあ、先に雪山から行くけど、お金の問題があるんで。お金がこれで1万。7000ゴール。まあ、ロンガデセオでいいもん。それまで頑張ろう。よっ、おっつげー。1万2000遠いな、レベルアップまで。ハグメタを倒せたら1回で1ぐらい上がりそうだ。つまり24。はーい。Let's go.